村松駅は、かつて、新潟県中貫原郡村松町に存在した、貫原鉄道の駅。1999年の同車線配線後も、村松駅前、バスターミナルとしてそのまま使用されている。地上駅、社員配置駅であった。島式一面二線のプラットホームを有し、駅舎とは、構内踏切で連絡していた。 駅舎1階の改札口周辺には、出札窓口、自動券売機のほか、売店、旅行代理店、トイレなどが設けられていた。また御船寄りには、神原鉄道線の車庫が設置されており、車両が留置されていた。線路東側には、バスの車庫が設置されていたが、当線廃止後に線路敷跡及び車庫跡の一部を使用して拡張されている。その他の駅跡地は、 コンビニエンスストア、ドラッグストアなどの店舗敷地、駐車場として使用されている。駅跡。五線側から急行内を見る駅に乗り入れる、鴨モシ市民バス駅自体が、神原鉄道の本社であるため、現在も建物が残り、旧駅舎正面入り口上には、村松駅の立体文字看板がそのまま掲げられている。このほか2010年9月30日までは、 川の鉄小型バスによる路線バスが運行されていた。村松駅前バスターミナルに関するカテゴリー。ありがとうございます。